担当者の皆様、どうもありがとうございます。この動画を見ていただいて、人類の自由と繁栄を実現する男、令和の坂本龍馬こと、鬼まむし沢茂です。どうも。私はですね、国家公務員を24年間やってきて、 そこで培ったさまざまなもちろん隊長もやりましたし国会対応とか、まあ、官僚的なお仕事もさせていただきましたそういうところで培ったさまざまな経験また東京工業大学の大学院にも行かせていただいたのでそこで勉強したその脳科学ですとか心理学とかその人工知能の開発とかそういったような知見を網羅してです、ね、私にしかできない面白い話をさせていただきますそれによってです、ね、人間が自分の脳を使ってなりたい自分になっていく生産性の高まる自分になっていく そんなお話をいくらでもどんなテーマでもできますんでね、あの担当者の皆様、ぜひ私を講演に呼んでください。最高の講演、最高の時間をシェアさせていただきます。それでは皆さん、また会場で会いましょう。どうもありがとうございます。イエーイ